南伊豆、この建物、湯気出てる、ここが温泉、南伊豆温泉街と書いてますけど、なんだろう、熱帯植物園みたいなのもありますね、近くに。あっちにも湯が湧いてる、煙が出てますね。南伊豆の温泉街ですね。いいです、温泉出てますね。あそこ湯が出てます。あっちこっちで湯が湧いてるみたいです。銀の湯会館、あっちこっちから湯気が、湯気が湧いてます。この南銀の湯会館に行くのか、もうちょっと歩いたところに南伊豆温泉っていうのがあるんですよね。どっち行くかちょっと外観見て選びます。もう一個の方も行ってみよう。結構あれですね、大きい、ここが多分一番有名な南伊豆の温泉ですね。黙々とこう温泉があそこでも湧いてます。あっちにも湯気が立ってます。なかなか面白い景色です。普段だったら、まあ、絶対来る機会ない場所ですね。もうあっちこっちに煙がもくもくと湧いてますよ。なんだろうあれは。菜の花となんか桜も結構有名みたいですね。もう南国みたいなあったらそうです。ビニールハウスがあったり、なんか温泉の地熱みたいなのを利用して植物育ててるんですかね。あと温泉メロンパンって書いてますね。このやっぱビニールハウスで育ってるのメロンなんですね。ここで地熱利用してメロンを栽培して、それをパンにして売ってるんですね。メロンパン、温泉メロンパン、そういうことか。入り口って書いてますね。行ってみよう。よいしょ。メロンなってますね、本当に。すごい。5時過ぎてるからちょっとやってないかもしんないな。でもなんか温泉の地熱を利用してメロンを栽培してるっていうのが分かりましたね。結構メロンパンいくらなんでしょうか。営業中です。メロンパンと思ったら普通にメロンが2000円とか3000円ぐらいで売ってましたね。メロンパン200円ぐらいで売ってたら買って食べようかなと思ってましたけど、ちゃんとしたメロンでしたね。勘違いしました。また下鴨温泉っていうとこもあるんで、ちょっとそこ見に行きます。名物メロンパン、聖火パンって書いてるんで、なんかもうメロンパンも作ってんのかと思いきや、店閉まってますね。なんかからでももう温泉湧いてる。なんかもうあの山の上が下鴨温泉っていう、あの Google のマップって表示されてますけど、どう見ても施設、温浴施設ないですね。この地域一帯が下鴨温泉っていう名称なんですね。やっぱ銀のなんとか、あそこしかないんかなって感じですね。ちょっと行ってみよう。あ、帰りのバスも18時半に1本あるぐらいなんで、今5時なんで、その時間逃すと帰り駅行きのバスないんで歩いて帰んなきゃいけなくなるので、早めにちょっと行っていこうかなと。もうとりあえずもう温泉湧きすぎですね、ここ。
武道会館みたいな、なんか関係ないけどこう一応湧いてると、敷地内でもくもく、すごい高温注意、すごいっすね。地元の人が通う結構いいお風呂でしたね。なんかここは桜が咲く時期は川一帯がなんか桜並木みたいになって非常に綺麗みたいですね。なんかもう温泉が湧き倒してるから、とりあえず風呂作ろっかなみたいな感じなんですかね。でもおじいちゃんが多くて、趣味は脳梗塞で花畑が見えたとか言ってましたね。なんか臨死体験したみたいな。地元のおじいちゃんばっかなんで、なんかおじいちゃん同士で長く浸かりすぎたらのぼせるよとか、そういう会話をしてましたね。観光の人向けの作りじゃないかもしれないんで、寝っ転がって入れるなんかぬるめの半身浴みたいなんとか、露天風呂も南国みたいな木がいっぱい茂ってますけど、やっぱ日光浴しながら入るみたいな感じでしたね。ちょっと 和風でしたけど、もう洋風にしても良さそうな、なんかもわっと暑いっす。風呂入った後っていうのもありますけども、温泉が湧き倒してるんで、川の上もちょっとなんかもわんとしてます。よいしょ。東海バスで下田からここまでが600円ぐらいかかるんですね、片道。なんで往復1200円、バスは1時間に1本とかいう感じなんですかね。交通費が若干かかっちゃう。でもまあ本当地元の人が行くお風呂なんで、飲食もやってましたけど、カレーライスとかカツカレーとか、なんかしらすのかまぼこ丼みたいなのもありましたかね。まあ、その辺とかも全部値段安かったんで、地域の人が行く、もうとりあえず温泉が湧きまくってるからっていうお風呂でした。